完封負けも収穫。オリックスは西武に完封負けを喫したが、収穫もあった。ドラフト1ルーキーの曽谷が5回1安打無失点の好投。4度目の先発もプロ初勝利に届かなかったが全体的にはテンポよく、しっかりとゾーンに強いボールを投げ込めた。自分の役割は果たせたのかなと思いますと自ら9打点を与えた。1回、先頭の源田の3塁へのライナーを総が候補。おかげでリズムに乗っていくことができたと150キロ前後の直球とスライダーを中心に、丁寧に投げて2回まで無安打投球。自身最長となる5回を投げ抜いた。打線がチャンスをものにできず敗戦。優勝マジックは16のままとなったが、中島監督は本当に持ってるボールというのはいいので、続けていけるように。長く投げられるようになったら十分戦力とルーキーの奮闘を称えた。早く勝ち星を取ってほしい気持ちはあるけどまずは場数を踏んでプロの一軍の雰囲気に慣れて少しでも長いイニングを投げられるようになるのが今年の目標かな。来年はローテに入って勝ち星を積み重ねることを期待。バファローズ投手陣は自責点で出し敗戦の責任はエラーをたくさんしているあの人が勝手に感じてたら良いと思う。よく頑張りましたよ。一昔前のオリックスなら消化試合で勝ち星つく可能性あれば投げさせたかもだけど、今は優勝目指したシーズン真っ只中。勝ち星よりもこういう試合で先発できた経験の方がプライスレスですよ。今日は杉本昇格で使いたかったんだろうけど、日曜日に大活躍した佐野浩太をスタメン外すのはもったいない感じもした。曽谷投手はポテンシャル型だから2から3年目から開花できれば十分。長いイニングは、これからだね。打たれる気がしなかったが、打つ気もしなかった。折り打線完全に止まってもうた。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。